日本智能登陆探月器运载火箭今天早上发射升空，如果一切顺利，预计明年初就可以登陆月球，让日本成为全球第五个成功登月的国家。那相比其他国家比拼最快登月，向来有匠人精神的日本则是追求精准操控，希望能够让他们的智能登陆探月器精准落在指定的地点。今回のSLIMがですね、これまで他の国あるいは民間企業でトライしたあるいは実現した月着陸と違うのは、まあ、再三あちこちでお話しているんですけれども、ピンポイント着陸ということで非常に高い精度で着陸するということであります。約100メーターぐらいの精度を実現する。でこれは月着陸はこれまでは月面のうち降りられるところに降りるというところだったんですけれども、これからは降りたいところに降りるという、そういったことを将来的に実現するために今回その実証を行うと。火箭今天在日本时间早上8:42从日本南部种子岛航天中心发射升空，预计飞行3到4个月后抵达绕月轨道，并将在1-2个月后登月。日本希望从远端遥控，让智能探月器降落在面向地球的月球近月近海南面的神酒海。日方希望这个耗资1亿美元的任务能够测试先进光学和图像处理技术。